よし、こんにちは、ケンチャンネルの時間です。今日からというか間伐のね、切り捨て間伐の作業に入っていきたいと思います。梅雨っすね梅雨で雨が多いんですけど、まあできるだけね安全に、でも雨で休んでたら仕事が進まないんで、まあ雨でも仕方なくちょっとずつはね進めていきたいと思います。よし、では現場に準備して入っていきたいと思います。できます。遠くに見える程度なのかな。イノシシの痕跡、ついさっき通ったみたいな感じですね、これは。よいしょ。あ、そう。この間この藪の中でチビイノシシが転がり出てきて、おお可愛いと思ってたら、後ろから母イノシシがこっちを見てすげえ威嚇してきたんですよね。ガフガフガフっつって。チビイノシシを山で見かけても決して触ったり絡んだりしてはいけません。スーッと、罠なんでね気をつけてくださいよ。ほら、ここら草に泥が飛散してるけど、ここら辺ヌタバっつってイノシシのお風呂が近いんですよ。で、泥で体を塗りたくってこう通っていくんですよね。よいしょ。ここらも通った痕跡がすごいある。この辺の土がいっぱいある。お、トカゲちゃん。もうあらゆるもんがいるんですよ、この山は。ヘビもめっちゃおるし、今日はトカゲをよく見る。
はい。
主さん怒ってます、怒ってますよ。ほらピシピシピシ言うてる。どう、あの山椒の匂いする？山椒の匂い、マムシは山椒の匂いするって言うけど。通い道なんでご臨終してもらうか迷ってます。怒ってんとどっか逃げてほしいな。
雨ですよ、見えん。ああ、雨だよ。帰るか。取れてんのこれ。雨でぐじゃぐじゃになって、もうぐじゃぐじゃっす、ぐじゃぐじゃ。ぐじゃぐじゃなので帰りますよ。帰りますよ。